はい、財前です。今日はですね、沖縄のね、土地価格、地価がね、全国一の上昇率だったよっていうことをがニュースになってたんで、それについて話していこうと思うんですけど、まあちょっとね、旅行とはちょっと話、直接的な関係ないんですけど、まあ沖縄好きな方もそうですし、まあ見ていただいてる人たちってね、まあ僕らと同年代ぐらいで、あと移住したいよっていうコメント多かったりとか、あとはまあね、うちの町も見てますし、住んでる人たちもいっぱい見てますんで、その人たちが、まあ、もしね、購入する、お家を購入するとかね、そういった時とか、あと移住の人たちが、まあ、どこに住むとか、不動産業ね、今どんなかなとか、そういった話もね、できるかなと思ったので、まあ、ちょっと今日はね、この不動産、地価に関しての、上昇率1位っていうのをね、ちょっと話したいなと思ってるんですけど、まあ、内容としては、まあ、全国がね、下がる中、まあ、今回コロナの影響で下がったらしいんですよね、地価の上昇っていうのは。なんですけど、沖縄は上がったよってことで、しかも全国1位だったよっていうことだったんですけど、まあ、ただその中でも結構ね、くっきり分かれてるんですよ。うん、っていうのは、まあ、上がりはしたんだけれども、前年比で見ると、もう半分ぐらいしか上昇できなかったポイントとしてはね、やっぱりコロナで観光の影響で商業地だったりとかの、まあ、地価が下がったとかね、住宅に関してもそうですよね。まあ、やっぱりそのこの辺りの物件というものがやっぱ下がるという形だったりとかっていうのがあったんですけど、その反面ね、工業地域っていうものは上がったよという形ですね。結構上がったみたいです。まあ物流がね、良かったみたいですけど、まあそんな形になってると。で、やっぱ商業地域っていうのがね、結構痛かったっぽいです。まあぽいというかね、まあそうですよね。僕なんかでもまあ分かると思うんですけど、国際通り誰もいないよっていう動画出したと思うんですけども、やっぱどんどん抜けていってますし、収益下がってますよね、多分ね。だから国際通りからまあちょっともう抜けていったりとかする商業地区っていうのをずっと上がり続けてたんですけどね、やっぱ今で厳しいっていう状況らしいです。で、まあ僕もね、まあ知り合いとかもいるんでね、よく聞くんですけど、不動産とかもうずっと上がってるよと、もう出変したけど、もう本当にね、毎年毎年ずっと上がってるという形なんですけど、まあ今回ね、観光も激減してるので、そこでね、もう今回不動産、沖縄の不動産業界っていうのはもうすごい好調だったんですよね。不動産建設はもうすごい好調だったんですけど、結構転換期が来てるねっていうのが今のタイミングだと思います。うん、で、まあどんなタイミングが、まあ転換期かっていうとね、やっぱりまあ観光で来るっていうのも、まあどれだけになるかわからないですけど、これだけ家賃高いとね、やっぱなかなか入りにくいですよね。国際通りとかって言ったらね、ほんと、自分なんか聞いた時でもね、いや、まあ、当たり前のように100万以上しますからね、国際通りの路面店っていうのは。いや、もう、これだけ払っていくのも大変。で、こんだけ人、まあ、高いところもね、やっぱ珍しいですし、でもそれでもね、僕が聞いた時、コロナの前ですけどね、コロナ前、まあ、だいぶ、まあ、1、2年前ぐらいですけど、聞いた時は、待ってたらしいんですよ。入りたくて。みんなね、もう入りたいって言って、次、もうこれ高いよって言ってても、もし出たらすぐ教えてくださいっていう形でね。で、実はね、国際通りのね、ところとか、不動産管理してるところとかって、どこがあってわからないんですよね。どこ行けばいいかわからなくないですか、店舗やるときにね。だからそういうのもあって、もうずっとやっぱ待ってるんですよね。うん。で、まあこういうのとか、まあ不動産もね、ある程度限られてるところとかでいろいろあるんですけども、どこ行ってもやっぱ満室、もう入れんよって、空いてるところないよっていうところが、今もう結構空いてますよね。出ていってる。でも次の入る人たちも今いないというような形になってるのが、まあ国際通りとかも顕著ですし、まあ他のところもそうですよ。もっと厳しいところいっぱいありますし、松山とかね、飲み屋街とかもそうですし、まあいろんなところで、まあそうなってるんで地価下がってると。まあ住宅とかもそうですよね。まあ移住し、まあ買う人たちがいないしね。買いたいって思える人たちが今いないんで、まあもうどんどん今ちょっとやっぱ下がってきてる。で、厳しいなっていう転換期でか、2020年ですよね。で、特にね、今一番苦しいっていうのがね、マンションみたいなんですよ、マンション。うん、マンションは、僕なんかとかもまあ見てましたけども、もうデージ高いんですよね。うん、本当に高くて、しかもね、もう最近ではね、沖縄の人たちがマンション買うっていうのはなかなかできないんでね。なので、ちょっと、セカンドハウス的な、県外の人たちが来る時のセカンドハウスみたいな感じでね、マッターが住むっていうよりは、もうそういうちょっとちっちゃい、部屋が小さいものとかがやっぱ売り出されるようになってたんですよ。だから、自分なんかが住みたいって言ったら、やっぱ沖縄はね、子供も多いしとか、家族もいっぱいいるとかってなるから、広いね、間取りが欲しいんですけど、そうじゃなくてね、1LDK とか 2LDK ぐらいのもののマンションっていうのが、すごい高い金額、もう何千、まあね、普通じゃね、こんな高いのっていうような感じ、まあ、手出ないよっていう感じのものの価格に
なっていくと。でもそれでも売れてた、完売してたと思うよ本当にね。だからそういう状況だったのが今ね、もう全然やっぱり売れないと。でマンションとかってまあなんか買ってから作って、でそれで販売するまで、ね、タイムラグがあるじゃないですか。だからそれもあって、もう今とかはね、まあ、実際はもう土地とかもそうですけど、もう売っ払ってるところが出てきてるっていう話なんですよ。だから多分ね、こっからね沖縄のね土地の価格はあれかもしれんけど、住宅価格っていうのはね下がる可能性高いですよね、うん、マンションとかもそうですけど下がってくると思うんですよ。もうずっとバブルって言われてたからね。だから多分下がってくるんじゃないかなっていうのはありますね、うん。でまあその中でもね、ただね一つあったのは、でも実際はね2019年後半ぐらいからは実際は結構悪かったんです。まあ消費増税っていうのもあったんですけど、消費税増税か、あの増税しましたよね。だからちょっと落ち込んだっていうのもあったんですけど、まあ、僕が聞いてる限りだとそんな感じも、それももちろんあるし、高い、まず高いよねっていうのもあるんですけど、もう一個ねあって、そこ、これ結構現場の人とか、あとまあ銀行の人とかの知り合いからもね、いろいろ聞いてた時にも、まあ仕事の中でね聞いてた時にもね話してたんですけど、実はね、あの一番の問題ってのは人手不足だったんですよねと思う、まあ思う、まあ思うっていうかね、まあ我が聞いた中ではそうなんですよね。人手不足っていうのは何かっていうと、今回のね上昇率1位は宮古だったんですよ。 31% ぐらい上がってるんですって。でしかも宮古はまだまだ多分伸びるだろうって書かれてるんですよ。これだけ厳しい中でも多分まだ伸びるんじゃないかっていう、まあ、感じなんですよね、まあ、石垣とかも落ち着いてますけど、まあ、そんな感じなんですね、このコロナの中でもですよ。で去年もすごかったですよ、デイジすごかった。もううちのこの都に住んでる人たちがあの引っ越しできんと、家賃がね毎月上がっていくから、だからもう引っ越しができんって言ってね、だからまあそういう移ろうとしたらもう7万8万9万10万ってねどんどん上がっていくから、もうこの払えんよってなって引っ越しもできないし、大家さんからももうこんなに上がるから今の家賃3万だけどもう5万に上げてくれない、6万に上げてくれないねってなって大変だ。それぐらい都はもう人気になってて、土地価格も上がって住宅価格も上がってたんですけど、まだ上がるって言われてます。で去年とかはそうなんですけど、沖縄本島から作る人たちが行くじゃないですか。だから例えばもうホテルもデイジーでかいのっていっぱい建ってたんですよね。そういうの作るってなったら都の人たちだけ足りんから沖縄本島から行きますよね。家建てるのもそうですけど、マンションとかも。そしたら沖縄で人手不足なんですよ、本島内で。沖縄本島ですよ、沖縄の島で。そしたら人手不足だから、またこれでかあのこの人件費が上がるんですよね、沖縄の。だからそれでまた高くなるんですよ、デイジ社会わけ。そしたら またね、都もそうなんですけど、都も人手不足だから、沖縄でもそうなんですけど、僕なんかのところにも来ましたけどね、友達から1日2万でやらないねみたいな感じでね、今までだと1万円とかでも高い、1万2千円とか1万5千円ぐらいで高いね、いいねってなってたのに2万、さあもう3万って言って、さあ3万ぐらいでもやらないね、もう人手不足なんですよみんな。でもそれぐらい人件費も上がってるから、だからどんどん上がってきてて、もうでも買えなくなるんですよね。そしたらだからもう2019年後半ぐらいからもうちょっと買えない、見積もり取ったら買えないっていう人たちがいっぱい出てて、でしかも買っても作られるのが1年後とか、1年後から作り始めるから2年後の受け渡しとかね、そういうのいっぱいあったんですよね。だから買う人たちも買いにくいし、建てるまでも時間かかるしっていう感じで、すごいなんか負の連鎖があるよっていうの2019年の末ぐらいにね聞いてたんですよね。だからそれもあったんで、もうこっからそれでもマンションばんない建ってましたからね、いっぱいもういっぱい建ってましたから、だからそれが今多分ね、まあ、手放してたりとかもするとかっていうのが聞くんでね、やっぱ多分、まあ、結構、まあ、売れてないところっていうのはまあどんどん手放していくんで、今からね多分まあもうちょっと落ち着いて安くなってくるんじゃないかなとは思いますね、まあ、土地の価格は分かんないですけどね、うん、住宅とかの価格とか、あとはまあね、やっぱりもうこんなにいっぱいはなくなる、まあ、いっぱいありますから今ね、うん、だからそういうのもなくなるかなと思いますね、はい。まあ、そんな感じですね。一応まあ不動産ね、まあちょっと、まあ、買うっていう人たちも少ないとは思うんですけど、今ね沖縄高いからね、まあ買うならね、もうちょっとしてからでもいいんじゃないかなって思うぐらいね、まあ今あんまり良くない情報っていうのいっぱい出て、まあ良くないっていうかね、ネガティブな情報いっぱい出てますからね、まあ、もうちょっとしたら落ち着いてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな状況で、その中でもね、まあ西原とかね中城とかはやっぱ上がってるみたいなんですよ。だからもうちょっと都心よりももうちょっと離れたところで、結構多分ね県民の人たちがね落ち立てるとかっていう感じで立ててると思うんですけど、やっぱその辺りっていうのは結構ねのどかだし、アクセスもいいしね、やっぱそういうところに移ってきてるなっていう感じがありますんで、
まあ、今後ね買う人たちっていうのはまた見ながらね、まあ、あの沖縄の県内の不動産業ちょっと今ねマンションとか厳しい状況なんで、その辺の価格とかね見ながら、あと移住してきてね、まあ、買うとか、あとはまあ移住してきて不動産業やるとかね、あの勤めるとかっていう人たち、不動産今ねちょっと厳しいかもしれないんで、建築不動産はね、だからちょっとまたそこはね、まあ、状況見ながら気をつけてもらえればなと思います。はい、今回は以上ですね。まあ、あのまたね、あの明日から、明日ね、まあ、実はね、あのヒルトンの方にね泊まりに行くんですよ。瀬底 の, あのヒルトンリゾートの瀬底にね2020年の7月にねできたんですけど、それあの、まあね、まだあんまりみんなも行けてないだろうし、今回の、まあ、GoTo のねトラベルキャンペーンのやつも使ってながらね行ってみようかなと思ってね明日行くので、またそれも動画にして出したりとか、まあ、ホテル回ったりとか、あともうちょっとねあの観光のやつも出していきますんで、ぜひまた見てみてくださいね。はい、今日は以上です。 Thank you.